まるで今までの人生の投影だってか。そこまで大げさじゃないぞ。俺の背中にメルジーヌが書いたステッカーが貼ってあったら剥がしてくれるかい？囚人もいるみたいだな。みんな浮かない顔で。オイラたちちょっと気楽すぎる感じに見えるかもな。うぅ、もうよそのやつの縄張りに入っちゃってるわけだし、ちゃんと囚人を演じないと。もしバレたらヌビレットでもオイラたちを助けられないんじゃないか。もう脅かすなよ。まだ心の準備ができてないぞ。そのお前らのことはよく知らないし、何の罪を犯したのかなんざ見当もつかないが、もしかして怒らせちゃいけないお方でも怒らせちまったのか。ん？怒らせちゃいけないお方？そんなことはないと思うけど。なんだよ、お前の方から声をかけてくれる気になったのか。いや、いい。今はそんなことを気にしてる場合じゃねえ。ここから先は自分たちで行け。いいか、俺の役目はここまでだからな。幸運を祈るぜ。どういうことだ？おい、ここってこんなに警備ロボの多い場所なのか？オイラたち、もうバレたのか？囚人ナンバー7459番、7560番、ようこそ。そんなに慌てないでくれ。これらの警備ロボは何もあんたらとやり合いに来たわけじゃない。こいつらは栄誉霊をやってるだけさ。あんたらがヌビレットさんの友達だって聞いてね、こいつらをここで待たせてたんだ。オイラたちとヌビレットの関係を知ってるのか？海底はあんたらが想像するほど情報に疎いわけじゃないが、残念ながらそのことについて俺が知ってるのはここまでだ。それにお偉いさんの友人ですら何かやらかせばここに入ることになる。公平だろ。公爵様、今日はいい天気ですね。ご機嫌うるわしゅう。ああ、あんたもな。今の言葉のおかげで海の外の天気を想像できそうだ。メロピテ要塞が岸にあれば日向ぼっこしながら話せたんだがな。あ、申し訳ございません。公爵様のお姿を見て緊張してしまい、つい。こいつが公爵なのか。思ってたより若いぞ。旅人とパイモンでいいかい？ディーキン君による出迎えはいかがだったかな。それは素晴らしい。ディーキン君、以前労働のミーティングの際に運命について話したのを覚えているかい？運命とは何事にも真剣に取り組む者にこそ微笑むべきだと。戻ったら
監視から追加の特別許可権が与えられるだろう。ありがとうございます、公爵様。それにお二方からも、まさかそのような身に余るお言葉をいただけるとは。今後何かあればいつでも私めに仰せつけください。もちろん特別許可権はいただきませんので。そろそろいいだろう、もう十分やってくれた、リーキン君。はっ、それではお先に失礼いたします。二人ともついてきてくれ。歓迎の意を表したメロピデ要塞を案内しよう。そうすればよりここに溶け込めるはずだ。じきじきに案内してくれるのか。なんだか何考えてるんだかわからないやつだな。道理でシャルロットのやつが興味を持ってたわけだな。謎が多いやつだぜ。とにかくまずは追いかけよう。かしこまることはない、囚人だって地位の一つなんだ。メロピデ要塞じゃそれは数ある生存方法の一つに過ぎない。管理者のくせにそんな風に考えてるのかよ。オイラたちは罪人なんだぞ。もし厄介な相手だったらどうするんだ。だとしたら、あんたらはきっとこの水中世界で輝く存在になれるだろうな。だが腕を振り上げる前に思い出してほしいことがある。メロピデ要塞において一番重要なことは、トラブルを起こさず監視に迷惑をかけないことだ。ここは生存するにあたって非常に重要な場所、特別許可食堂だ。毎日一食セットのサービス食を受け取ることができる。受け取ることがって、お金はいらないのか。ああ、囚人はメロピデ要塞の運営基盤だからな。少なくとも生存の保証くらいは必要だ。昔はそうじゃなかったんだぞ。以前のメロピデ要塞じゃ水でさえ特別許可権で引き換えなくちゃならなかった。お前さんたちのように入ってきたばかりで何も持っていない囚人たちは腹を空かせながら稼ぐしかなかったんだ。だが公爵様がここを引き継いでからサービス職のルールができた。今じゃたとえ一日中何もしないでいるようなギアなんか一個も触っていない怠け者でも毎日飯が食える。飢えて死ぬってことはまずないね。メロピデ要塞において特別許可権は金だ。どんなものも金を使って買う。ある意味一種の交易の場であるとも言えるだろう。だが取引は人が行うものだ。このシステムを進行するには皆が積極的に仕事をして自発的な生活を送れる環境がないといけない。食事にすらありつけないんじゃメロピデ要塞は不満であふれてしまう。そうなったら俺もいろいろとやりづらくなるだろう。つまりメロピデ要塞がみんなに食事を振る舞うのは、みんなに仕事を頑張ってメロピデ要塞の生活環境を良くしてもらいたいからなんだ。おっしゃる通りです。ま、俺が言ったのも事実ですけどね。とにかくここでの努力は必ず報われる。こんなに理屈が通じる場所はなかなか見つからないぞ。確かにそうだよな。そう思ってみるとなんだかここもそんなに悪くない感じがしてきたぜ。おっと、油断は禁物だったぜ。囚人たちが信用してるのは公爵がこういう態度でいるからなんだよな。オイラたちはやっぱり自分の目で確かめないと。さあ向こうも案内しよう。
ここは鉄拳闘技場。名前通りの場所だ。日頃の仕事だけじゃ情熱を費やしきれない囚人が一定数いるものでね、互いに浪費し合うのを防ぐために専用の場所を使わせてるんだ。他人に迷惑をかけないように。格闘、それに臨時収入か。旅人、興味はあるか。一つ注意が必要だ。うっかり深手を負わせたり相手を死に至らしめてしまった場合は刑期が長くなる。公爵、ここもお前が作ったのか。いや、俺はただ場所の利用許可を発起人に与えて手続き費用を受け取っただけさ。もちろんこれらの費用にもきちんとした用途がある。何に使うのか聞いてもいいか。人身の安全維持、現場の損傷確認、いざこざの解決などかな。なんだ、闘技場の管理に興味があるのかい。いやいや、おいらはただサービス職ってその手続き費用から出てるのかなって思って。合理的な推測だな。起業家の才能がある。旅人、おいら才能があるらしいぞ。ここで事業をやってきるかな。そういうことはまた各々計画するといい。今は引き続き他の場所を見ていこう。様、おはよう。じゃなくてこんにちは。今何時だ。いや、時間は人を待ってはくれないから、もう少し時間の概念を身につけた方がいい。申し訳ございません。緊張しすぎて息の仕方も忘れてるみたいだぞ。すみません、どんな失態を。ここは居房エリア、つまり囚人たちが寝る場所だ。後で看守があんたらのベッドの場所を教えてくれるだろう。メロピデ要塞で囚人が主に活動するエリアは生産エリアと居房エリアだ。生産エリアって何を生産するんだ。オイラたちそこで働くのか。必ずそうとは限らない。確かに特別許可権を獲得したいなら生産エリアで働くのが一番安定した方法だ。だが他の方法を探せる実力があるのならサボっても構わない。うわぁ、ここの管理者のくせにサボりを進めていいのかよ。メロピデ要塞が自治状態でも機能し続けているのはほとんどの人が安定した収入のために真面目に働く方を選ぶからだ。生産しているのはフォンテーヌで見られるクロックワークマシナリーだ。そのほとんどがここで作られている。だからメロピデ要塞は囚人たちが服役する場所というだけでなく巨大な機械工場でもあるのさ。具体的な生産過程については説明を省かせてもらおう。実際に生産エリアで仕事して自分たちで体験するといい。さて、今度はあっちに行ってみようか。
びっくりした。まさか公爵様がここにいらっしゃるなんて。働きすぎて幻覚でも見たかと思いましたよ。幻覚は仕事の負担を出してはくれないぞ。引き続き頑張ってくれ。ん？どうした？なんでもないぜ。おいらはただ明日はきっとクタ